天狗になりましたので、今国会への不信任案、安倍政権への不信任決議案を提出するかどうかと、結論はもう出てるんですが、出されるか出されないかが確定してから、正式な対応を皆さんの方に話したいと思っております。党名変更について投開票の戸狩市長選の結果を見て、場合によっては党名の変更も検討すると、支援してくださっている方々に今意見を聴取し、最終的には AB テスト的な形で皆さんの党員の皆さんの意見も聞いて決定したいと、こういうふうに考えております。N 国の人気が落ちているというのは、立花さんの分析であるんですが、私自身はこんなものかなという気がしてました、最初から。というのもね、これ立花さんにも言ってるんですけど、やっぱり NHK が国民を守るというシングルイッシューの政党だと、どうしても天井があるわけですよ。日本人全員が NHK 問題に関心あるかどうかっていうのは、そこは疑問なので、国政政党になるんだったら、先ほど話したように党名変更も含めて、もう少し幅広にいろんな形で打ち出して支持層を増やすと、こういう時代がいつかは必要ですねというふうに話してたんですね。はい、ありがとうございます。令和新選組との、いわゆるやり取りっていうか、そのことに関しては、結論から言うと、立花さんが、山本太郎さんの令和に協力するっていうわけではなくて、山本太郎さんの選挙手法が非常にあまり練れてないので、そのアドバイスをすると。で、現状太郎さん、山本さんとはその件についてまだきちんと話ができていないので、ヒントとして、YouTube に上げて、そして、こんな方法ですよって言ってやってあげようと。基本的には警備の方を信頼しておりますので、参議院会館入り口であったり、その辺りの警備の方にお任せしています。で、昨日来られた方に関しては、どうやらブラックリスト入りかしたみたいで、年明けにシステムを稼働して少しずつですね、そのシステムに参加してくれる方を募集します。で、ある程度の人数が集まれば本格的に稼働するということになります。以上です。ありがとうございました。